はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードクーン編第2回やっていきたいと思います。まあ、指輪を集めてる感じですね。で、一応指輪見てみると装備できるっちゃ装備できるんだよね。多分最初に手に入れたのが商人の指輪、まあ、使用すると敵全体に誘惑効果で、盗賊の指輪が前回タンザーで手に入れたやつですね。まあ、味方全体の姿を隠せるということで結構ステータスも上がるんで、まあ上がるんでって言っても耐性が少し下がるんだよね。精霊銀のピアスは耐性結構いいからね。まあ、とりあえずこれでいいでしょう。で、今回はなんだっけ、ヨークなんとか、ヨークシンヨークシンでいいんだっけ。なんかちょっとハンターハンターが混ざってきちゃってるけど、まあ娘さんの具合が悪いということで見に行ってみましょう。あなた方も娘を助けに来てくださったんですか？うん、本当かよ。もうどんな方でも構いませんで。なにこいつ、ちょっと超不良じゃん。俺の手には負えねえ。とまあこんな具合。眠ってる。指輪。なんだ。この人間の命は私のもと、邪魔はさせぬ。命を吸っているのか。こいつでかっ。落雷から使っていこう。病魔モード、多段切り、サンダー、電撃なんて使えるんだ。神速三段突き、全力で病魔を倒す。これ家で暴れすぎだろこれ。家怖い、家で落雷が起こってるから、ね、つえ、なんだこいつ。やるじゃないか。あれ、なんかどっか行っちゃった。全然強くなかった。今のなんだろう、何かに取り憑かれている。指輪を入手後退却するのが最善。指輪の力がこの子を生きながらさせているのかもしれない。なるほど、そういう力もあるのか。この子はしわくちゃのおばあちゃんになんなきゃ。そうだな、そこまで生きててほしいね。クーロンに行こう。こういうことに詳しい医者がいるはず。ヌサカンか。行こう。頼もう。なんだ。何を見ている。君が患者か。違うわ。ヤブ医者かもね。クーンは事情を説明した。往診はしないことにしている。例外はある。相手は大富豪、報酬は望みのまま。報酬か、興味深い患者だな。そういうやつなの。ヌサカーン450、強い。よろしくお願いします。どうでしょうか。手順は分かってるな。分かんねえよ。まずモールをこの子に取り付かせる。そうすれば簡単には逃げ出せない。そこで処置をする。取り付かせる前にダメージを与えすぎればモールは逃げる。だがある程度のダメージを与えておかないと娘の生命が持たない。え、難しいんだけど。だって俺強いよ。普通の攻撃で対処するか。言うても序盤だからね。まあ、クーンとサンダーの攻撃でいいんじゃないか。これでなんとかしていこう。トレード164、寝やがった。あ、これ徐々に近づいてくるのか。取りつかれた。次か多分。どうする、ケンさん巻き打ちでも一回やっとく。連携になったし1400。まあ、これくらいじゃ逃げないか。いや、まだか。もう一旦で取りつかれてもさ、一旦で沈めればいいんじゃね。ダメ、ブレード。取り付いた。
取り付いて一発でぶっ殺す。ダクライ取り付いてるよねこれ。なんかもうわかんねえんだけど。いいや、もう取り付いてるものと見、あ、ちょっと待って、一旦くらいじゃ多分大丈夫だから一旦様子を見よう。で完全に、あ、取り付いてるんだなっていう、これで何も進行がなければもう取り付いてると見なす。ライフスティール、あ、なるほど、オッケー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 、じゃあもう貴様に用はない、死んでもらう。サンダーグランドヒット、新速サンダー、ローザリオ、ただき、そういうことか。病魔も、サンダーお前が吸収しろ、病魔を。今日はクソ腐った肉とかろくなもんじゃねえな。1で抑えたかんな。1だけちょっと犠牲になってもらった。やった、お父さんよかった、ありがとうございました、できる限りのお礼を。はい、これその指輪は、それを渡してお前がもう大丈夫、夢の中でこの指輪が兄弟たちに会いたいって言っていた。指輪を手に入れた、頑張ってね、ありがとうございました、500クレジット。これ確かさ、いっぱいもらえるんだよね。でそうすると符号逃げちゃうんだよね。ヌサカーン、てかヌサカーン自体は何もやってないじゃん、別に仲間にいるけどさ。ちょっと指輪のあれだけ見よう。生命の指輪、使用すると味方全体のヒットポイントを回復する、マジよくね、これは必要だ、一応もっとこく。回復量はやっぱり知力に依存するのかな。まあいいや、とりあえず指輪を手に入れたので次へ行きましょう。一旦クーロンへ戻ります。いい知らせよ、ある指輪の持ち主が売ってくれる、いや金あったっけ、以前から交渉していた。バカラ、え、金取られんじゃね、っていうか金買ってないよ。勇気の指輪、金自体はでも1万か、金持ってないけど、まあ、とりあえず進めてみよう。エミリア、何、何もない、なんかむしろどこへ行けばいいのかわかんねえから、とりあえずもう一気に駐車場行ってみよう。開いてねどこ行けばいいんだ、ホテルフロア、これ見て乗ってんじゃん、ホテルフロアの2001号室、指輪の持ち主に会おう。はい、この部屋ね、いやわかんねえよ、何やってんの、死なせてくれ、ダメだよ、あがカジノで全財産はたいてしまい、残っているのは借金だけ、もうおしまいです。それで指輪を売る気になった、諦めないね、このお金で勝負かければいいじゃない。その指輪がない、しっかり金庫に入れておいた、ほれネズミ、あ、指輪だ、え、で、あ、ネズミここにいる、何かしら、キャー、なんだこれ、なんでこんないっぱいネズミがいるんだ、あいつだ、離せ、おお、なんと、なんだこれ、まさか、結果00、こいつ00にかけてたの、
なんかこいつのイベントめんどくせえな。あ、ここまで結局降りてきたのか。そんなところに隠れてもダメだよ、出ておいで。ここあれじゃん、でっかいやつがいたとこじゃん。これ邪魔だな。あれ、君に用はないよ、死んでもらおう。てかもうモンスター意味不明すぎる。突進グランドヒットが強そうだよね、普通に。まあ関係ないか、もう3人の火力にかかれば。ただ切り6000、雑魚が。これ吸い取ろう。巨獣はサンダーに吸い取らせる。何も吸収できなかった。なんやねんそれ。ほら捕まえた、指輪を手に入れた。またここか。もうクーロンからでよくねえか。ちょっと聞こう。シュライク、マンハッタン、ディスペア。なるほど。シュライクに指輪なんてあったっけ。まあいいか、とりあえず行ってみよう。じゃあ10分乗りましょう。例によってわかんねえ。ここ西洋の古墳を探索しよう。なるほどね、行きますか。え、でも西洋の古墳のさ、どこにあんの。一応三種の神器は取るか。あれ、なんかゴーストになってんだけど、いつも骸骨が出てくるのに。死の属性、マガタマ。今度はなんか普通に強えやつが出てきたんだけど、どういうこと。いや、とはいえ普通に倒せっかんね、攻撃してれば。カウンターフィア効かん、カウンターフィア効かん。さすがに普通の攻撃じゃ無理か。ゲグランドヒットとか強い普通に。リッチはサンダーデスタッチ。変なエリマキトカゲみたいになった。アマノムラコ、これも回収しよう。いや、なんださっきなんでリッチが出てきてたんだ。吸収するためには強いモンスターの方がいいからね。盾、一応西洋のとこ行くか。盾欲しかったけどな。指輪くれ、指輪この中だな。そうなのか。シュライクを脅かす悪しき者たちめ、世の剣を受けよう。指輪だ。そうか、指輪を奪いに来たのか、ヌスッとどもめ。指輪を集めてどうする。シュライクを支配する気か。許さんぞ。マーグメルが壊れる、僕の国家が消える、リージョンがなくなるというのか。馬鹿げた作り話を。嘘じゃない、長老がマーグメルを守れって。表明した。この西洋は何なの、そもそも。指輪が語り合った、お前の言葉は真実だ。よかろう、この指輪をお前に預けよう。ありがとうございます。余も指輪の行く末を見届けたい。お前たちと行くぞ。こいつは勝手に仲間なんだ。西洋超謎、こいつの存在が謎すぎる。じゃあ残る指輪は3つか。なんか割とポンポン集まってくね。マンハッタンにあんの。シップに乗りましょう。結局これしか言わないよね。とりあえずマンハッタンへ移動しますか。サクシの指輪、ちょっともう見よう、シナリオ。
サクシの指輪、マンハッタンで指輪を売っている店を探そう。指輪売ってんの？ショッピングモールはここにあるんだよね。このブルーの機体、都会の匂いがするだろう。で、売ってる店はどこだ。いらっしゃいませ。これ美味しいんだよ。しばしの休息。ここは指輪じゃねえな。どう考えても。ここはお客様ならどれを身につけてもお似合いになる。適当だな。作詞の指輪売り切れじゃねえかよ。近江の領主様がお買い上げになりました。教えてくれんだ。近江へ行けってことね。近江到着で、あれこいついるじゃん。戻ってきておくれ。愛しているんだ。もうどっか行っちゃったとか。でも今あそこには誰も住んでいない。どういうこと。こいつここにいるんだけど。まあいいか、ちょっとお店を覗こう。こんなところにはでもなくない、普通に考えて。近江の誰が買ったって言ってたっけ。別に誰がとは言ってないのか。近江の領主、やっぱり領主の館行こう。あいつはシカトだ。誰もいない。勝手に入ってくる。誰もいないのかな。あれ違うやつがいる。私に何かご用ですかな。マンハッタンで指輪を買われたそうですね。それが何か。譲っていただけませんか。あなた方も指輪を集めている。集めた指輪をいただきましょうか。そう、これは罠、そしてこれは落とし穴。よくそんなの作ったな。指輪は後で回収しよう。言ってて一番下まで落っこっちゃってんじゃん。クーンはやばそうなところに落とされた。デビルテンタクラ吸収できるな。まあここはサクッといけるんで。これメサルティム仲間になるんじゃね。いる。高貴なるお方、どうする。仲間にする。なんかくれってあんの。いやでもメサルティム自体は役に立つからな。639、強い。てかさ、ヨーマの下級ヨーマってメサルティムくらいしかいなくね。ムサカも上級ヨーマでしょ。上級かどうか判別できないけど上級ヨーマなんすよ。サンダー吸収したいからな。デビルテンタクラ、いざ勝負。全力で生かしてもらう。もうこのさ、わけわかんねえ弱そうなの。もう見た目が弱そうだからね、モンスター。新速三段ロータリオ、これで終わりだ。18000、これクーンにも吸収できんな。ちょっと先にただサンダーにやっておきたい。落雷、お、なんか大掛けになった。そしてクーン用吸収するか。なんかこれさ、もう分かんねえんだけど、何変えたらいいのか。炭、なんかしょべえな。しょべえやつになった。あ、そう、モンスターのその吸収できる能力もランダムで、やっぱりいい能力ほど確率が低いっていう感じみたいなんでね。落雷はじゃあ良かったのかな。貴様許さん、あのイカの化け物を倒したのか。火許してくれ。何こいつ、妖魔だったの。指輪をいただく。偽の人を騙して手に入れたんでしょ。毛玉野郎、この女に気をつけるんだな。指輪を狙ってる奴にろくなのはいない。指輪を手に入れた。これが7個目。だいぶ手に入れたな。じゃあ次の指輪は、ケーキ100万年の男のことを聞いてみよう。何をしたのか知らないけど、100万年も監獄ディスペアに入って
ってなきゃいけない男がいるの。っていうか寿命いくつなの？妖魔とかってでもほぼほぼ寿命ないからね。そうすると100万年っていうのも現実的な数字になるのかな。ちょっとディスピアに行ってみよう。ディスピアにも定期的にパイプや伝送関係の修理工が入る。これを利用して入り込みましょう。僕修理なんてできないよ。フリだけでいい。うまく入れたら刑期100万年の男のところへ行きましょう。ライザが右にいるね。ディスペアに詳しい女が向こうの通りのレストランの前に立っている。何あの女、どうする君。嘘っぽい。まあ信じよう。人は信じる。兄、ディスペアに詳しいんですって。まあね、刑期100万年の男の話、噂はね、ディスペアのどこかにいる。いやそりゃそうだろ、どこかにはいるっていう噂だろ。正体は誰も知らない。その男に会いたい。大体の場所の見当はつく。ギャラうまくいったらこれだけ払う。気前いいじゃない。 OK やりましょう。こんにちは、毎度どうも。おや今日は美人が来たね。いやいや、許可書確認。はいどうぞ。待て所長、いつもと違う作業員。許可書は本物です。この業者は次の入札から外せ。孫受けに仕事を丸投げしようって。そこの犬も作業するのか。犬じゃない、クーン。鼻が利く。何かと便利。よかろう。作業は迅速かつ確実にな。所長様。所長何してたの。さあ行きましょう。ヒヤッとした。なんか所長優秀なんだからなんかちょっと抜けてるんだかよくわかんないよね。エミリア逃がしたりもするけど、まあそれも全部趣味なのかな。こっち兄いるんだ。少しね戦闘を重ねてクーンユニコーンにしました。なんかユニコーンちょっと正面向いてないけど可愛いんだよね。前見えないか。ほらほらほら、なんか瞳がつぶら。変身はしたくないからいいや。ご苦労だったね。やはりここの囚人に用があったのかね。バレていた。君らが来た時これが光った。私はここの所長であり同時に囚人でもある。あ、そうなの。このディスペア全てが私のための監獄と言ってもいいだろう。一体何をした。指輪が欲しいのではないのか。うん、なぜだ。めちゃくちゃな説明をした。そうか、まあよかろう。こんなところまで私に面会しに来る者はそうはいない。持っていけ指輪。え結局所長のデジがわからん。でも人間だよね。てかもう あと一つじゃん、ムスペルニブル。もうちょっと鍛えたいんだよね、サンダーとリュウと。少し稼ぎをしますか。じゃあ最後の指輪ですね、ムスペルニブル。10分乗りましょう。これやる必要あんの。そういえばそのまま向かったらイベントが発生しないのかな。まあよくわからんけど、とりあえずムスペルニブルへ行きましょう。指輪をくれ。指輪の挑戦者、そんなんあんの。久しぶり久しぶりだな。見よ、この指輪が欲しければ奪い取れ。しかしそれ相応の力のない者の挑戦は許さん。我が神殿には8つの小部屋がある。それぞれの部屋は対応する指輪を持つ者に扉を開く。部屋の謎を解き鍵を集めよう。8つの鍵が揃ったとき挑戦の扉が再び開かれる。検討になるぞ。ちょいとめんどくさいな。ここの扉のことかな。ああさらに分岐してんのか。とりあえず入ってみよう。ねこれ、とりあえず金みたいなのは全部回収して、あ回収してね、こっちもあった。あれなんだ、宝箱降ってきた。バージュイールの鍵、これで一つ目か。次の扉、あネズミ
ケー、敵だ。もうモンスターどんどん変わってくかんね。クラウケンはでもね強いから変えたくない。ちなみにクラウケンはサンダーの方だから、クーンの方をどんどん変えていこう。クラーケンはいらない。ゲーム炭いらない。ハングクラッシュ、え、これなんかヒントある？どこの樽に隠れたか。だってさっきパッと見ここだったけどね。適当に開けていくしかないか。あ、当たった。バジールの鍵意味がわからん。次、え、なんだ、または意味不明だな。はトーナメント戦みたいな感じになってんだけど、え、あ、なんだ、敵同士が戦ったのか。速攻で片をつけよう。消えろ。何残った。あ、そう、兄入れてる。あのメカって戦闘で能力上がんないんで、だったらちょっと鍛えたい兄をあげようかなと思ってます。こいつら4人か。まあ所詮はザコモンスターだからね。最終戦ボスみたいなのいいのかな。高音ガスとかさ効くの弱っ。基本的にね弱いんだよモンスターマジで。あの武器の攻撃力とかが乗らないせいかわかんないけど、素のパラメーターは結構強いんだけど、モンスターによっては。ただもう技使った攻撃がね弱い。鍵手に入ったね。さらに次、これはなんか沼地に降りて何かをやる的な。ここなんもないけど、なんだ、なんか上になんかいる。あれ、なんか出てきた。墓漁ったから、すべての墓を漁ろう。あ、墓漁れば漁るほど出てくる。なるほど、荒らすのを間違えると敵が出てくるよっていうシステムか。デュラだ。デュラは普通に強い。もうゲンさん覚えるないんだよね。もうライジングノバとかも普通に覚えたから。火力で押し切ろう。でね、払い車からの運針払い車みたいなのはちょっと覚えたい。ゲンさんはすでに覚えた。ゲンさん多分もうほぼほぼ全部覚えたと思う、技という技は。400とかさ、アタック力覚えた。よし、こっから兄ムツキ三水を覚えたい。デュラはいらない。ハリ、これで5つ目。まあ一個一個はそんなに長くないんで、ただ戦うだけかな、これは。スライム。早く倒さないと。あ、マグマスライムだ。って何？別に普通に倒すよ。全体攻撃がない。兄ちゃん。メイルシュトロム、見せてやろう。大して強くないけど。アイススマッシュでいこう。マグマタッチ。なんだ、おお、LP が削られる。そういうシステムか。あ、ディフレクトででも全然防げんだけど。何？まだ出てくる。は？何体出てくるんだ。まあ、とりあえず2ターンで倒せることは分かったから、マグマタッチの猛攻だけしのげれば。クーンがちょっとやばいんだよね。ゲンマ買ってる。あれ、ゲンマ買ってたよね。だから、じゃあゲンマ買ってねえよ。LB 低いんだよ。何ターンだ？多分3ターンかな。キリのいい数字として。ディフレクト持ちはもうどんどん耐えてくれるんでいいけど。クーンがやばそう。
いや、まだあるか。長いな。え、なんか条件ある？他になんか倒していけばいいっていうシステムじゃない？なんか完全に耐えきらなきゃダメとか。霞セイガン、メイルストローム効かねえし、そもそもゲンさんちょっと遅い。いや、まだいるか。5ターンか。ちょっとやれるだけやってみよう。クーンの LP が今4、元が6しかないからね。こいつ早いな、そもそも動き出しが。基本先手を取られる。もうサク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 と。いや、まだ、え、わかんねえ、なんだこれ。どうすりゃいいんだ。あ、完全に駆逐したわ。6ターンくらいスライム大とか一応吸い取っとこう。魅了いらないな、何にもならないし。 LP がだいぶ削られた。そして次なんだ。さあ、今日のお客様のご入場です。一転して雰囲気が変わったな。お名前はクーン。クーンさんに挑戦していただきましょう。スーパーハイアンドロー。ルールはお分かりですね。分かんねえってば。アイテム A と比べてアイテム B の価格が高いか安いかを当てていただきます。あ、なるほど。正解の場合はそのアイテム B を基準にしてアイテム C のハイランドローを当てます。8回正解すれば結構だな。レーザーナイフ、いや、わかんねえ、微妙なとこついてくんな。ジャンクヘルムでしょ、安い。おお、ジャンクヘルムとルーンソード、これ絶対。はい、ミサイルポットはローっぽくね。コットンシャツはロー、ゼロソードも絶対高いで、ゼロソードも高めだから安い。武神か、武神の方が高いな。パワードスーツは一番高い。 OK、 簡単だった。こいつ何、おめでとうございます。てか罰ゲームってなんだ、どうせ戦闘だよね。ここはまたモンスターがいるね。え、なんだこれ、モンスターに当たっちゃダメとかある？一応当たらないで。てか、どこ行けばいいんだ？いや、なんか降ってきた。なんだ？いや、なんかわかんねえ。スイッチ全部踏んで、敵を全部倒したら鍵を手に入れることができた。ルールがいまいちわかんなかった。おお、針の山。あ、このお姉さんについていけばいいのかな？いてててて、敵が出てきた。ちょっとお姉さんをまず引き寄せよう。ユニコーン形的にはいいんだけどな、いまいち弱い。多分知力型だからかな。いや、追っかけていくのもうわからんぞ。やっと取れた、超めんどくせえ。おー、危ねえ。これで歩いて帰るとか言ったら最悪だったな。これで全部取ったんじゃない。この部屋に進むと後戻りできません。マジか。準備完了、大丈夫。バジュイールで、バジュイール確かね、連携を決めてやるんだよね。普通に戦うんじゃなくて、まあ、戦うは戦うんだけど、だから何連携かをすれば大丈夫だったはず。美しい連携を決めてみせよう。いいだろう、見せてやろう。風雪即位付けからの、ちゃんと用意してきたから、月影参加戦、ただにグランドヒット、乱れ雪月下、これが最強の芸術点だろう。ただにヒット、
またそれか。芸術点ゼロ。え、なに、どういうこと？またそれかって一回もやってないよ。意味不明すぎんだけど。適当に切り返し、月影適当だよ。もうそこで天地になるのがいいや。繋がらん。アイス多段返し。そんなものか。に私を怒らせるなよ。え、なんでさ、乱れ雪月下がダメなの？絶対一番美しいでしょ。これ以上に美しいものなんてないよ。てかこいつが何も連携に組み込めないんだよな。鉄打ったシュートでもやっとく。突進、これ4いったじゃん。鉄下駄か。おう、ふむ、なかなか。芸術点3。今何やった？もはやわからん。ムツキ算数イコール同じのはほんとダメだ。鉄下駄シュートが1回限りじゃん。お前も多段切りしかない。ハングクラッシュ、つながらん。2連携ってダメっぽいよね。つまらん。芸術点0。やっぱ3連携、4連携、5連携をつなげないといけないのか。多段算数、あんまり難しい技やるとつながんないかな。逆につまらない。もはや見る値にせげ。これ死ぬの？ちまって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 、最後最後にチャンスをください。新速三段突き、天地二段、ただ引き。ロボがちょっと微妙だな。まあファンクラッシュ行くしかないよ。2653。いや、まだまだ大丈夫だ。お怒りではない。こいつが一番難しいんだけど、力で押し切れないから。635か、かなり食らうな。3連携で2点だからね。2、払い車、濁流、多段、やばい。もう2人しかいない段階で無理じゃん。これ退却できないよね。ちょっと一回やめよう。消す。